時空は時間と空間を合わせて表現する物理学の用語、または時間と空間を同時に場合によっては相互に関連したものとして扱う概念である。時空間とも言う。ニュートンはこの宇宙の時空は絶対的なものであるとした。その時空では空間は物理現象が起きる入れ物である三次元、ユークリッド空間で、時間はそれとは独立した宇宙のどこでも 一様に刻まれるものである。しかしニュートンには工学に関する研究と著作、工学もあることなどから、これをニュートンの運動方程式などを構築するための単なる過程だとする見方もある。アインシュタインの相対性理論により、この宇宙観は一変した。特殊相対性理論では、速度が高速に近い場合の時間と空間に関する変換は、ニュートン的な時空を前提とした。 ガリレー変換ではなく、時間と空間が入り混じるローレンツ変換でなければならないことを示した。また、そのような相対論が示す時空をミンコフスキー時空という。一般相対性理論では時空は物質の存在によって歪み、この歪みが重力の正体であることが説明された。どちらの概念も現代物理学では標準として受け入れられている。 場の理論の量子化では余剰次元という概念が使われることがある。この分野の理論には超限理論などがある。不確定性原理を時空に当てはめるならば、時空の大きさがプランク長程度のものを考えるとき、時空自身は存在時間がプランク時間程度で生成、消滅する物理的対象となる。このような病像は時空法と呼ばれ、1955年に ジョン・ホイーラーによって提案されている。また、1999年に、リサランドールとラマンス・サンドラムによって提案された、ブレインワールドモデルは、我々の住む四次元時空は、重力だけが電波できる五次元時空中の膜のような四次元断面で、あると考えるものである。ありがとうございます。